ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、強化試合も第6戦ということで。まあ、強化試合としたら最終戦だよね。そうですね。はい。もう、あっという間に6試合だったような気がしますが。そう。俺はなんか長いような気もしたけどね。あ、そうですか。まあ、移動があったりだとか。うん、まあ6連戦じゃないからね、まあそれはちょっと期間的には長くなったと思うけども、うん、はい、まあ今日は最終戦オリックスということでね、はい、まあ昨年日本一のチームそうですね、ということなんだよね。今日も大阪でありましたが、はい、まあスコアを見ると、うん、まあ序盤に試合を決めて、はい、あの9対1というね、はい、スコアでまあ最終戦をまあ飾ったというかね、そうですね、まあそんな試合になったけども、はい、今日の猫ちゃんの会話は何ですか？やっと出たホームラン、はい、お、え、打順変えてきたねみたいな、うん、まあ、どこにね、あのテコを入れたのか、やっぱりこう6戦まで打撃の方がやっぱりちょっと試行錯誤した感じですかね。まあ、そうだね、まあ、投手力のチームっても言われてるし、はい、まあ、投手陣っていうのは本当に世界に誇れる投手陣がずらっと並んでね、はい、野手陣がどうなのかというね、鈴木誠也が抜けたりとか、うん、まあいろいろしたけども、まあ第6戦を戦って、はい、まあどういうふうになったのかというね、はい、まあ総評も含めて、うん、まあ今日の動画にしてみました。はい、ではまずは、まずはスターティングメンバーね。はい。はい。はい、赤い文字が、はい、メジャーの選手で、そうですね、これね、ちょっと変わってきましたね、今日は打順が。昨日村上が4番を打って、吉田が5番を打った関係で、1番から5番までが左をずらっと並べたんだよね。うん、まあ、栗山監督のその談話とかいろいろ聞いてると、はい、やっぱそこに懸念が少しあったんだよね。ちょっと並べすぎかなって。まあ確かに優秀な左バッターたちだから、うん、左ピッチャーを苦にしないということは、それは考えられても、はい、やっぱり右を1枚入れることによって相手のピッチャー、左ピッチャーを出すことを考えさせるという意味からすると、る、うん、まあ、岡本を5番に上げたと、はい、でなんと4番を変えてきたというね、これ初めてですね。まあそうだね、うん、まあずっと栗山監督も我慢をしてきたけども、うん、まあ、吉田の状態もいいということ、はい、まあ、それと村上の状態がちょっとなかなか上がってこないというね、うん、まあ、ヒット2本ぐらいは打ってたんだけども、まあそのまあ、彼に求められてることっていうものが非常に高いレベルの、まあ、4番っていうことも、ね、ありますし、だからそういうところで少し軽くするというかさ、まあ、気分転換という意味で、うん、まあ、使ってきたというね、はい、だから、まあ、上位陣、まあ、そんなには変わらないけども4番を変えたというのは大きいし、はい、まあやっぱり左を 5枚並べるっていうのはね、はい、ちょっと懸念があったかなという、はい、まあ、それで下位打線は牧がセカンド、うん、まあ、山田の状態も上がってこないからね、なかなかね、で牧の状態も決していいとは言えないんだけども、うん、まだ山田よりは状態は保ってるかなというような感じなんだよね、はい、で源田、うん、まあこれはやっぱり打たなくても守備ということではもう外せないよね。なるほど、うん、でキャッチャー回、まあ、大体このメンバーで中国戦入っていくかなという感じはするんだけどもね、うん、そうするとまあ何ていうのかな、強化試合最終戦が一応今までの5試合を踏まえてこれでいこうみたいな、まあそうだね、形なんでしょうか、うん、だから今日は栗山監督はこの打順に変えてきて答えが欲しかったと思うんだよね、うん、なるほど、答え合わせというか、そうそうそう、はい、で答えが出たのはさ、うん、まずなんていうの、まあ立ち上がりだよね、はい、4点3点って取るわけだから、うん、それはもう上位打線がか、フル回転して、うん、まあ一気に7点をねもぎ取ったという試合だったんだけどもね、はい、まあその中にはまあホームランとかも含まれるけども、うん、まあそしたらちょっとピックアップとか、はい、まあそういうところに入っていきますか、はい、まあ、投手の中で宇田がしか投げなかったんだよね、はい、そうですね、その下に書いてある通りに、うん、こう日本代表の選手からは、まあ、1人だけ、宇田川投手だけ、そうだね、はい、もう本番間近だからさ、はい、まあ、中国戦誰が投げるとか、まあ、第2先発だとか、うん、中継ぎ誰にするかとか、はい、まあ、球数制限があるからね、はい、やっぱ準備しておかなきゃいけないんで、うん、
だから良くても変えなきゃいけないからね、65球で、はい、だからあの宇田川を今日一人だけということで、はい、でマックス156キロ、うん、まあ宇田川の状態からすると、まあ、さして良くないんだよね。なるほど。良くないけどもやっぱこう重いストレートがやっぱ武器で、うん、はい、まあ、フォークの落ちがいまいちだったんだけど、まあ、そこら辺少しボールに対してのアジャストがまだもうちょっとかかるかなという、うん、なるほど、まあ、感じの投球だったんだけど、三角ということは、まあ、うん、そんなに悪くはないんだけど、どうもというところですか、うん、本来の彼の力からすると、うん、こんなもんじゃないっていうね。まだどのぐらい、何パーセントぐらい、あ、 70% ぐらいのが来てると思うけども、うん、だけど本来の宇田川の力ではなかったというね。なるほど。だからもっともっと高いレベルのピッチャーだから、まあ、そこを調整してほしいなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするよね。はい、はい、ということで、はい、豊川のピックアップ、はい、その他の部分ですね、はい、うん、村上山川のホームラン、はい、これやっと村上が出た、さっきの猫の会話の、うん、中の出たというのはこの二人のホームランですね。まあそうだね。ただ、うん、あの村上が6番に下がったからって出たホームランではないと思うんだよね、うん、たまたま甘いボールが来てそれを的確に捉えてセンターの左に放り込んだんだよね、はい、これがやっぱ価値があるよね。うん、引っ張り引っ張りって言っといて、はい、ずっと状態が上がらず、うん、ゴロの凡打が増えてて、村上らしさがなかったんだけども、やっと打球が上がるようになってきたよね。はい、ただ、この後3三振するんだよ。うん、1打席目に出た後にね。はい、まあ、スライダーにタイミングが合わず三振。うん、まあ、外のスライダー振って三振。うん、まあ、外のフォークかな、うん、振って三振というね、振りに行ったらボールだし振らなかったらストライクだしっていう、これはどういうあれなんですかね。これはね、うん、最後の打席、レフトフライになるんだけど初球をね、はい、打ち上げていくんだけども、うん、まあ、だけど、もうそういう初球でねアウトになってもいいから振るっていうことが大事だと思うよね。うん、で大谷とか見てるとやっぱ積極的だわ、うん、どんな球でもホームランできるという自信、うん、それがなかった そういうホームランにならなかったらヒット、そのぐらいの感覚で大谷って振ってると思うんだよね。なるほど、うん、村上もそういう境地に入っていくと多分いいと思う、うん、その境地に入れたのは山川なんだよ。お、山川は振って振って3球目に捉えたんだよ、うんうん、もう振って振ってツーナッシング、3球目フォーク、浮いてきたやつをホームラン、うん、やっぱね積極的に振ると2人ともそのホームランの確率っていうのは俺は上がってくると思う、うん、ちょっと昨日までのね山川選手もちょっと、うん、なかなかね、うん、うまく打席を、まあそうだね、ただ山川は途中から出てきて、はい、終始振ってたね、昨日も今日もね、今日も、うん、はい、で今日もとにかくフルスイングをしてた、うん、で最後の打席にやっと捉えたというね、うん、だから山川は状態が上がってくると思う。なるほど。村上はまだちょっと深刻な状況にある。だから、うん、先ほどそのスタメンのボードを見せた時に、うん、これでいくんじゃないかって言った、はい、村上を4番に戻してっていうことは多分ないと。だけど状態的には徐々には上がってきてるよね。あとはやっぱこう本茶に入った時に気持ちの変化っていうのがあるから、うん、まあ、それに期待だよね。こう6番になったことで、うん、村上選手の精神的にはこう、うん、楽になったのか。いやいや、楽だとは楽だとは絶対思わない男だよ。なるほど。自分の責任はこんなところにないと思ってるはずだよ、うん、4番ではなくなったことをの悔しさだ、うん、なるほど、うん、悔しさがホームランになったというね、うん、だからまあもう一つ奮起をね期待してますよ。はい、はい、で4番吉田の3安打、これはねやっぱね形を持ってるわ、うん、もうさすがだわ、うん、うん、先制点欲しい時に打ってくれるし、うんうん、で村上がああいう状態で4番にポンと据えられて、はい、で自分のバッティングを見失うことなく、うん、やっぱ表現していけるっていうのは
さすがだな、やっぱ首位打者も何回も取ってるしさ、はい、なんかやっぱさすがメジャーリーガーっていう、そうですね、あそんな感じがしたよね、うん、うん、で近藤のつなぎ、はい、やっぱね近藤が2番に入ると、うん、やっぱ大谷にランナーを置いて打席に立たされることができる、で大谷の一発がソロじゃなくて2ランナーに3ランナーになっていく、この近藤のつなぎというのはもう外せないね。なるほど、うん、ということはもうこの2番ではすごく役割を果たしていてということですね。まああのヌートバーが今日あのいい当たりはあったんだけど、まあ最後にスリーベース打つんだけどもね、はい、まあいい当たりはあったんだけども、まあちょっとフライが多かったかな、はい、まあちょっとしたズレがあったんだろうけども、うん、まあだけどなんか非常に積極的に振っていってくれるし、はい、まあ頼もしいよね、うん、まあでもヌートバーが出ない時には近藤が必ず出てくれるから、はい、だからヌートバーも近藤を信じてどんどん積極的に打ちに行ってもいいと思うよね。はい、はい、で牧と源田のダブルプレー、はい、これは守備ですね、守備、まあ、うん、そんなに難しくはないんだけどもさ、はい、やっぱり見てると呼吸が合ってきてるなというね、うん、まあ、そんな感じもするし、なんか守備もすごく落ち着いてきたよね、うんうんうん、だからこれは最初のうちちょっと不安だったんだけども、まあだけどあもうみんなが慣れてきたなという感じでしたよね、うん、はい、でヌートバーのこのチャージがあったんだよね、はい、ノーアウト1・2塁、うん、で宗がセンター前を打つんだけど、はい、7回に7回、うん、その時の、うん、やっぱこうセカンドランナーを返さないというようなねチャージをボールに対して見せてくれたんだけど、うん、やっぱさすがだわ、あのチャージの仕方っていうのは、はい、やっぱり野球に入り込んでるし、うん、まあ、やっぱり守備にも自信があるんだろうね、うんうん、だからこれをこのチャージを見たら各国やっぱりサードコーチは止めると走れません、ね、そうそう、だから1点を防いだ、ね、まあ、結局この回に1点は取られるんだけどもさ、はい、ノーアウト満塁になってね、うん、取られるんだけどやっぱ最初の1点を止めてるという意味では、うん、すごく大きかったよね、うん、うん、まあ、最後ヌートバーと牧原の交錯、はい、これ唯一赤のそうそうそう課題かなということですか、ちょっとヒヤッとしてぶつかるかなと思って、うん、やっぱり能力が高い2人だけにスッと避けて牧原が取ったんだけどライトに入ってる、はい、これはちょっとヒヤッとしたのは、うん、やっぱ声のかけ方とか、うん、やっぱコンビネーション、やっぱ外野の間に飛んだ時のね、これをもう一回徹底的にちょっと確認をしてほしいなっていう、やっぱ無駄な怪我はさ、そうです、ね、損するじゃない、うん、だからそういう意味では声のかけ方っていうのはすごく大事だし、うん、まあ、徹底してほしいなっていうね、これはもう、まあ、なんていうんですかね、牧原選手とかもこうね緊急で招集されたっていうので、そう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 、チームとこうね、そうだね、まあ、そういうこともあるからね、あるのかなって思います、ね、うん、まあ、だけどボールをお見合いして落とすよりは、はい、まあ積極的に取りに行ってくれた方が心強いんだけども、うん、やっぱ怪我につながるからやっぱそこら辺は徹底してほしいなっていうね、はい、まあそんな感じがしました。怪我だけは避けたいですね、はい、で最後に、はい、強化試合を終えて、はい、ね、こう全体6試合を見て、そう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 、どういう風に侍が変わってきたかという、ね、変わってきたかということですね、はい、最初はね、打たず守れず、うん、ね、うん、試行錯誤の日々、はい、そうですよね、これはね、外野手がいなかったということで、うん、サポートメンバーが入ったりとかしてて、まあ、チームにはなってなかったんだよね、うん、だからまあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、はい、この時にやっぱり足しか目立ってないのよ、うん、だから日本はやっぱスモールベースボールで行くしかないんじゃないかとか、うん、まあ、そういうことをこう考えた人もいると思うけどもね、うん、まあ、だけどメジャー組が参加してからガラリと変わりましたね、ガラリと変わったねこれは何で変わったかというと役割が明確になったわ、うん、例えば近藤でも返すのか出塁なのかっていうことを考えると、うん、やっぱ出塁にも特化していけるよね、うん、で源田ね、下位打線から打てば、ね、上位が返してくれるという、うん、もうそういうね役割分担というのが非常に明確になったし、うん、で岡本もレフトやってたんだけども、それがなんかこうファーストに落ち着きそうだし、うん、まあ今日なんかはレフトも守ってたけど、うん、最後そうでしたね、うん、でもスタートはファーストでいけるかなとか、うん、それとね今日でもねチームが初回守りに散った時に、うん、笑顔があるんだよね、ある程度選手の中に、はい、
で、あ、この笑顔ってやっぱりその緊張感だとか全日本日の丸をつけた、うん、まあ、重みというかね、そういうのを感じつつもなんかすごくリラックスができてきてるなっていう、うんうん、だから非常にいい状態になってきた。なるほど、うん、まあ、そういうところに出てくるってことですね。そうそうそう、だからうん、そういうことを見せてもらうと、うん、すごくチームが一丸に見えるんだよね、うん、だから、ああ、いい状態で最後仕上がったなと思って、うん、なんかすごく今日の試合を見て心強いなっていうふうに、うん、まあ、思ったのと同時に優勝が見えてきたという。なるほど、これは優勝するぞと。まあこの6試合の中で、うん、だいぶこうまとまってきて、そうだね、優勝への道ということでね、今回も見てきましたけど、そこへの道が見えてきたという感じですか。まあそうだね、うん、やっぱ決起集会だとかね、ダルビッシュとか、うん、ダルがこう声かけで、うん、おそらくみんなで食事をね囲んだと思うんだけども、はい、その中でいろんな野球の話が必ず出てるよね、うんうん、その中で自分が思うこと、自分の役割はどうなんだとか、今できることは何なんだとか、もうその野球に対してのやっぱ思考がやっぱこう研ぎ澄まされてきたというかね、うんうんうん、まあ、そんな感じがするよね、うんうん、だからすごく9日から始まる WBC がより楽しみになりましたよ、うん、はい、うん、ね、本戦もうすぐですけれども、うん、だけどやってくれる、必ず日本は ね、うん、だからもう楽しみにしてますよ。楽しみでしかないです ね、はい、はい、ということで、まあ、強化試合、うん、無事終えてね、はい、まあ、大きな怪我にもなかったかな、うん、おそらくね、うん、だから本茶に向けてまたいい準備をして頑張ってください。はい。